Get up! ブラックビのヒーリングスタジオモンタージュ。ということで始まりましたブロックビーのヒーリングスタジオモンタージュということでありがとうございますビオカありがとうありがとうございますということでこの番組はですねなんと、昨日10月6日にニューミニアルバム、はい、リリースされましたねモンタージュジャパンエディションこれもう発売されました。記念しましてですね、連日ハードスケジュールで、メンバーみんなお疲れだと、はい、いうことなの で、それを癒してもらおうという番組になっております。よろしくお願いしたいと思います。ということで申し遅れました、私 MC をやります抜群の西尾です。お願いします。ありがとうということで、みんな疲れてますか？疲れてないよ。大丈夫、大丈夫、大丈夫。疲れてない、疲れてない。でも今日はですね、癒していただきたい、みんなに癒されていただきたい、見てる方は癒されていただいて、みんなのことは癒したいと思いますんで、よろしくお願いしたいと思います。さあそれでは一人ずつ自己紹介をよろしくお願いします。はい、こんにちは、ブラックビのユーグです。よろしくお願いします。こんにちは、パクムです。こんにちは、ブラックビのチェヨです。こんにちは、ブロックビのチコです。なんでささやいてる。こんにちは、ブロックビのテイルです。こんにちは、ブロックビのピーボムです。お願いします。ということで、ブロックビの皆さんとは前にね、一緒に番組をやっていただいてありがとうございます。はいはいはい、覚えてくれてますか？はい、覚えてます。バツくん、起きた、覚えてくる、よく覚えてくれてる。バツくん、今見たから、今見たからじゃないの？はい、あ、俺はよく知ってます。違いますよ、元々知ってました。すごい、ありがとう。チャボンボだと思う、美味しそうでしょ、ボタダメですよ。前回もかっこよくなりすぎちゃったんで分かりませんでした。どういうこと、かっこよくなったおじさん？あ、ちょっともう友達ですよ、やっぱり中国人も生きてる。なんかすごい以前に比べてもっともっとかっこよくなりました。よく言いますよ、こんなかっこいい人らに言われたら俺めっちゃ照れますよ。あ、いや、弱めよかった人もっと映画俳優かと思いました。絶対嘘、もうそうなったら嘘ですよ。それは全部嘘や。あ、その通りです、嘘です。嘘や、どういうことや、嘘や、どういうことや。さあ今日はですね、皆さんと楽しんでいくんですけども、コメントをたくさんいただいておりまして、はいはい、たくさんいただいております。マジか、マジかわいい、マジかわいい、誰に言ってるんでしょう、マジかわいい、笑った、いろいろ書いてありますね。はい、そうですね、すげえ、お、自己イケメン、うん、書いてありますよ。今日のサイン会ありがとう、ピヨ好き、ジェヨ自己ピヨ、いや、すごいね、こんだけ早いこと流れていくのにユゴン君読めるんやな。止めれますよね。止めれる？あ、お前、さすが若いおじさん、流れっぱなしだった。止めれんの？止めれんの？ね、これ、うん、なんか違うの出てきた。ジェヨー、ジェヨーかわいい。ユグ大好き。ありがとう。みんなに対していっぱい、コメントいただいております。サランヘイとかでたくさんいただいております。本当にありがとうございます。これからですね、どんどんコメント、ハートどんどん送っていただきたいと思いますんで、よろしくお願いしたいと思います。さあ、今日なんですけれどもですね、メンバーのみんなから、みんな今日朝から取材だったんでしょ？はい、そうですよね。で、はい、ね、どんな取材というか、今日仕事何本ぐらいやりました？インタビューとか4、5ぐらい。そんなにあった？4、5、4つか5つ、はいはい、お、これで最後ですよね。はい、これで最後です。よかった。この後あるとかなったらね、最悪ですよね。そうですね、それ無理ですね。無理ですね。じゃあ最後、今日6本目ぐらいの仕事、はい、今日はですね、本当にみんなに仕事というよりも遊んでもらおう、癒されていただこうと思ってますんでですね、ぜひとも、今日ですけど、こちら用意しております。どうぞお願いします。わー、来たよ、ほら、ごわぴせちじゃましけった、ふとちゃん本当に美味しそう。フライドチキンとかですね、いろいろピザとか飲み物、これをですね、食べたり飲んだりしながらトークをどんどんしていこうと
いうことですから、じゃあみんな前に出てきて、はい、ジュース飲んだりいいっすねこれ、いろいろして乾杯してください。ああさあ欲しかった、さあ用意して、食べたり、何飲みたいですか、コーラ飲んだり、飲みたいやつをね、食べたり飲んだり、お茶、ウーロン茶、今日のバリスタヨグです。バリスタヨグ、お茶、お茶欲しいと、僕みんな好きな、コラ、コラ、コラ、誰わぁ、ミニョーバー、アプロド、ポムラナン生まれ、うまなきよ、ポムラン、우론차 플러스 이거 우론차 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 코라 코라 다래 우론차 다래 우론차 코라 너 안 줄 거야 이태희 콜라 먹고 싶은 사람 이태희 안 준다 진짜 받아라 자 뭐 自由に やってください テレビ 뭐 こんな 누가 쉬고 싶은 사람 テレビだと思わないでやってくださいよ 자自由、あ、でも買わないって言うんですよ、そうしてもいいですか、いいですよ、もうピザ食べたら食べていいと思うんですけど、それは지금먹나요、今食べるんですか、食べていいんですか、食べていいですよ、食べたー、どうぞ食べてください、あ、ありがとうございます、ごちそうさまいただきます、ごちそうさまでした、잘먹었습니다、いただきます、いただきます、어떤걸초했어야되죠、와이야오이지오고래피자とフライドチキンとめっちゃうまそう、いろいろお菓子も用意しておりますから、うんうん、すごいね、やべ、いいよ自由に、あ、もう座ったり、どうぞどうぞ、おいしい、みんなジュースはつけたかな、そう、せっかくなモンタージュ出たんで乾杯をしようかなと思っております、うん、乾杯よ、はいはい、じゃあ視聴者の皆さんも今から乾杯しますんで、何かあのジュースかなんかね、食べないですか、これ、あ、いただくよ、ありがとう、はい、どうぞ、優しい、本当にありがとう、ピザ、ありがとう、ありがとう、いただいて、あ、ありがとう、飲み物、飲み物、じゃあコーラを、普通のパーティーやなこれな、うまい、うん、残念、なあ、それでは、うん、やべ、うん、電話機ちょっとこう、ありがとう。さあそれではリリース記念して皆さんジュースとか持ちましたか、視聴者の皆さんも、いやよ、いただきますよ、じゃあ、モンタージュリリース記念して乾杯と言いますんで、みんなグラスを合わせましょう、いきますよ、ね、モンタージュリリースおめでとう、乾杯、乾杯、ありがとうございます、うん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 、おいしいね、もうおじさん台本見てないからさっき進めないよ、はい、食べてるだけ、大丈夫ですよ、ね、うまい、食べましょう、そう、みんな座っ自由に食べたり座ったり、この後やらなあかん仕事があるから今自由にしててください、うん、はい、おいしいね本当に、うん、これちゃんと、うん、本当に、うん、ピザ好き？ピザ好き？本当に本当に好き。じゃあでもね、大人からカンペが出てます。もうそろそろ席に戻りましょうと。いやです。そして二人앉아요。もうそろそろ。めっちゃうまいよこれ。また新たに取ろうとしてる？今日初めて食べたんだよ、え、今日初めてのご飯、うん、そうなんだ何言ってるか、何言ってるか、こんな味のピザ初めて食べたんですけど、これめっちゃうまいですよね、うまい、あ、この味のピザ初めて、めっちゃめっちゃ口に含みながら、うん、わしゃわしたんで、やべ、うん、うん、俺もいただいちゃった、よし、うん、さあそろそろ座ってください、まあジュースとか持ってっていいよ、はい、で大丈夫やったら、はい、食べ物も衣装汚さなかったら持ってってもいいよ、はい、自由、自由です、うん、さあ最近ずっと食ってな、ピョー君茶葉したんで、さあ最近近況ちょっとね、みんなに聞いていかないと、俺もすいませんね、食べながらで近況聞いてみたいと思いますけど、最近どんな活動をしてましたか、みんな最近韓国で活動しましたね、うん、韓国でもモンタージュアルバムがリリースして、うん、韓国の番組やなんか
いろんな仕事したんですよね、サイン会とか。うん、それで日本に来て、うん、昨日入りしました。まあまあまあ、ちょっとあれですね、食べながらやから。でもあれ、昨日来たの、日本に。いや、そうじゃないですよ。日本にはいつ来たんやったっけ。4日前。でもこっちでも大変ですね、いろいろ仕事して。いや、楽しいです。めっちゃ楽しいです。どうですか、ファンの皆さんにも直接会いましたか。はい、どうも。サイン会やりました。おー、来た。どうでしたか、日本のファンの方の反応は。あみんな来てから、もうこれで分かってください。指の動きで分かってください。最高だったと。よかったんですよね。よかった。いや本当にね、皆さんも楽しみにしていたと思いますんで。なんか日本に来たらこう楽しみにしてることとかありますか。やっぱショッピング。ショッピング、はい、買い物とか、うん、食べ物をめっちゃ美味しいから。まあいつも日本に来たら太っちゃいますよね。美味しいものたくさんあるから。いっぱい食べて、はい、太っちゃう。いやでもあれ、あの買い物行く時間なんてあります。昨日できた。仕事が早く終わって、うん、昨日少し後でした。昨日ちなみにどこに行ったんですか。街は原宿と、原出た、渋谷と、うん、新宿と、うん、たくさん行ったね、うん、すごいね。不安の人も遭遇した人もいるんじゃないかな。わーってなんないの。わーブロックビーだ、うん、はい、ワイブル。わかりませんでした。いや残念です。新宿にメイクアップ까지하고그냥제인간에돌아태어날때쇼핑하는데전혀모르십니다。僕たちメイクまでわざわざして行ったんですけども全然気づかれませんでした。そう、みんな結構遠目で見てたんやと思いますよ。本当に。いやでもね、そういう日本でね、いろいろ買い物してくれたりっていうね、街なんかで会える可能性もありますから。はい、どうですか、こう日本も寒いですか。みんな韓国より寒くない。あったかいです。今韓国どれぐらい、何度ぐらい、最低マイナス7-8度。マイナス7-8度。エリングなければ過ごせない。危ないです。危ない、はい、そうやない。あの酔っ払って韓国で外なんかで寝たら危ないね。死にます。どうですか、でもみんな風邪とかの体調管理とかどうやってやってるの。저희는되게지금멤버들사이에서는되게몸관리를되게따뜻하게하려고되게열심히먹고있습니다。今メンバーの中では体の体調の管理なんですけれども、とにかく温かくしなければいけないということでたくさん食べてます。영양제보충제같은거많이챙겨먹어요。サプリとか栄養剤とかそういったものをよく食べます。おお、なるほど。でもいっぱい食べちゃうとやっぱり太っちゃうでしょ。そうですよね。그런거말고ビタミン이런거。そういうのじゃなくてビタミンとか、そういうの。ビタミンとかあんまり食べないでも。아니요많이먹어요。いえそんなことないです、たくさん食べます。あんまり太らないようにね、おじさんみたいになんないように。お、저랑비슷하신데요지금。なんか私と似てますよ、僕と似てますよ。こんな出てんの。ちょっとよ立って横向いてください。ちょっとへこましてる。へこましてるね。そう、でもいっぱい、でもね、コメントにもいっぱい食べてって来てますから、気にせず食べていただきたいと思いますが、さあ今日ですね、疲労度チェックということで、いろんなことをみんなにね、みんなの疲労度をチェックしたいと思いますんで、はい、このコーナーから行ってみましょう。疲労度チェック心理テスト。心理テスト。よし。さあこのコーナーではですね、疲労度を心理テストでチェックしていきます。はい。そしてその疲労度をメンバーで順位付けしてですね、上から1位2位3位一番疲れてる人決めたいと思います。なおこの順位によってですね、この後受けていただく癒しをメンバーごとに設定させていただきますので、ぜひとも、心理テストだから本当に答えと本当のことを答えていただきたいと思います。視聴者の皆さんもぜひ一緒にやってみてください。さあそれでは心理テストを行ってみたいと思いますよ。さあ、はい、これか。
行ってみましょう。まずは心理テスト1問目はこちら。バババンバババン。旅先のホテルで寝るときに好きな色の枕を選べるとしたら何色？お、半分だけ다시보여주시면안돼요보기ポイントにしてください。もう一回。さあ、旅先のホテルで寝るときに好きな色の枕を選べるとしたら、빨간색이필요도제일높을것같은데アルファベットで答えてください。カナダでこの色の中から選ばないといけないんですか？心理テストですから。世界中どの世界の違うの選ばれたらもうあの答え用意されてないからお願いしますよ。さあ書いてください。どうぞ。書きました。お、皆さん書けましたか？はい、書けた、ね。さあそれでは見せていただきましょう。オープン。オープン。いや、いや来ました。テレンコあんぼよ。さあ、じゃあ。僕の書いたのよく見えてないですね。見えてない。ジコ君、ジコ君は。ジコ君は。いい。あれ、チョコラーメン。いいですね。ジコ君はいい。ヤヤ君は C。パピョン君は B。で、ユゴン君は A。そして、後ろ行って、ビョン君が C。そして、テル君が B。そして、ビョン君が B と。あ、どうぞ C や。ということでございますが、さあ、それでは、心理テストですから。選んで色についてですね、いろいろと解説していきたいと思います、はい、それではまずは A の赤色の枕を選んだ方。はい、僕です。お、来た、ユゴン君。はい、赤色の枕、疲労度 10% お、来ました。精神を興奮させる赤色の枕を選んだあなたはまだまだ気力も体力もたっぷりあるようです。もしも今やる気が出ないとしたら、それは疲れているのではなくて退屈をしているのでしょう。仕事帰りは早く帰って休むのではなく、むしろ遊びに行く方が気分転換になって疲れが取れるはず。あなたの心はワクワクドキドキを求めているのです。おお、疲労度はまだそんなにないから、疲れてるなと思っても家帰って休むんじゃなくて遊びに行っちゃえと。いうことです。それの方がなんか心が落ち着く楽しいんじゃないかと。本物。どうですか、当たってますか？当たってない。はい。なんか、疲れてはいる。疲労度は 10% あんまり疲れてないですけど。ちょっと疲れてるんですけど。今疲れてる。今疲れてるけど。でも大事ですよ。そう、心理テストでは 10% と。はい。10%。まず、さあそれでは。B の青色の枕を選んだ人、来た、一人かな。お、みんないっぱいいるね。パッキョン君とテール君とビボン君ですね。さあ、青色の枕を選んだあなた、疲労度 80%。 わー、鎮静効果のある青色の枕を選んだあなたはかなり疲れが溜まっているようです。あなたに今必要なのは一人になれる時間、15分だけでもいいです。お茶やコーヒーを飲みながら一息つける時間があなたを癒してくれます。また情報過多による精神疲労の可能性もあります。寝る直前までスマホを見たりしないようにしましょう。おお、本当に合った。どうですか？合ってますね。それ合ってる、合ってる。デル君、寝る寸前まで見てる？はい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 、はい、で、엄청많이보여。はい、すごくたくさん見ます。それはね、お疲れが取れないらしいですよ。そう。ビモン君はどうですか？一人になれる時間とかありますか？え、그혼자있는시간을전좋아하는편인데、네、그래서인지제가파란색에끌렸나봐요。あ、僕はですね、一人でいる時間が好きなんですね。だからなのかこう青に惹かれたんです。あ、なるほど。こうやってみんな仕事でいて一人になれる時間とか、やっぱプライベートな時間はありますか？一応あります。一人の時何してます？秘密です秘密言えない、これは。え、パッキョン君どうですか？その寝る寸前までスマホ見たりとかもしてます？あにゃ、いえ、おろ、してない。ね、若い人ってみんなやってそうですけど。あ、저는그책봐요。僕は本を読みます。え、来た、すごいですね。スマホじゃないの？本を読む。ね、책。はい、本です。最近読んだ本で面白かったのは何ですか？그브람스를좋아하세요라는책이있는데。ね。ブラムスを好きですかっていう本があるんです。お、ね。それが面白かった。ね。
という人もぜひ皆さんも呼んでいただきたいと。疲労度 80% ですからね。これは全然ぜひとも癒されてください。さあ続いて C、 黄色の枕を選んだ人。 C、 大木さん、ピオ君とジェオ君。時刻、時刻はいいです。お、 C になってる、 C になってる。時刻 C になってます。 C、 時刻、C、 黄色の枕を選んだあなた、疲労度 40%。 黄色の枕を選んだあなたはお疲れ度は少なめ。黄色は刺激を与え活性化させる色です。あなたの深層心理はもっと遊びたい、楽しみたいと思っているんです。もし今同じことを繰り返すだけのルーティンワーク的な毎日を過ごしているなら、退屈がストレスとなっている可能性も。友達とのおしゃべりが疲労回復に役立ちますということですけども、どう、いつものこの仕事にもうちょっと疲れが出てる。いつも同じことをしてる。でもいつも同じことしてないよね。楽しい仕事だもんね。저한테물어보는거예요?それは私たちに聞いてるんですか?そうそうそう。저는솔직하게피로도 40% 도저한테너무높게나온것같아요。正直言うと僕疲労度 40% というのも僕にとってはなんか高いなというふうに思います。お、そんな疲れてない。네없어요はいありません。ストレスも없어요저는。ストレスもありません僕は。そう、ディオ君ストレスもないの?아니요진짜없어요。え、本当にないです。행복해요。幸せです。確かに。진짜인데。本当なんですけど。ストレスなかったら本当幸せやな。저는진짜행복해요。僕は本当に幸せです。すごいね。じゃあ疲労度自分で言うと何パーぐらい？疲労度 4%、 1% 정도。1% ぐらい？1%ぐらい。少しだけ。少しだけ。お、それみんな見ててもそうですか？ストレスなさそう？ピオ君、ピオ君、全然ない。어젯밤에재우가저랑같은방을쓰고있는호텔에서。맞다。근데어제새벽한4시경에핸드폰을보면서우울한노래를들으면서아왜이렇게우울하지오늘아너무우울하다잠시そんなことないですよ。なぜかっていうと昨日僕と同じあの部屋をジェイを使っていたんですね。で明け方4時ぐらいに起きてなんかすごい憂鬱そうなそういった曲を聞きながらあなんでこんなに憂鬱なんだろうというふうに言ってました。いやそれはほんの一瞬です。一瞬、ね、それが 1%？ ねえねえ、それが 1% それ以外はもう何のストレスもない。그것말고는ストレス전혀없어요。저는ストレスが쌓여도거의막한30분안에다풀려요。僕はストレスが溜まったとしても大体30分以内にすぐに解消されます。すごいな。それ方法とかあるんかな。みんな知りたいと思うよ。그냥내가해서힘든거면손에서놓고내가해서너무즐거운거면손에잡고뭘하든즐거우려고노력하면되는거예요。自分がやって辛いなと思うのはすぐに自分が手放して楽しいのはずっとやろうとして何をしても楽しもうというふうに思います。おお、いい、かっこいいですね。あ、맞아요。そうです、それは合ってます。すごい。さすがですね。どうじゃ、地獄どうですか。もっと遊びたい、楽しみたいと思ってますか。休憩したいです。休憩したいね。それはね、もっともっと遊びたい、楽しみたいというよりももっと休みたい。あ、遊ばなくてもいいです。遊ばなくてもいい。もっと休みたいね。休みあったら何しますか。テイリ형이랑같이놀아요。テイリさんと遊びます。来た。テイリ君と遊ぶ。テイリ君。テイリ君いい。その付き合ってあげる。ね。はい。もちろんです。俺本当にちょっとね、あの疲れて疲れてる。ね、本当の顔だよ。本当の顔かなこれ。で、ピョクはどうですか。40% でしたけど当たってますか。한 20% 정도있는것같아요。 20% ぐらいだと思います。そんな疲れてない。ね、はい、いいですね。普段なんかあれですか、ストレス溜まったらすることとかありますか。저요。딱히없는것같아요。僕ですか。これって言ってないと思います。そうなんや。じゃああんまり溜まらない方ですね。많이안받는스트레스많이안받아요。ストレスあまり受けません。あ、いいですね。じゃあ本当に疲労度 40% なんまあまあ近いのかもしれないですね。さあということであと D と E はいなかったですね。はい。
じゃあ D の、皆さん見てる皆さんで D を選んだ緑色の枕を選んだあなたは疲労度 60% 安らぎの色緑色、それなりに疲れが溜まっているようです。肉体的に疲れて、肉体的な疲れではなくておそらく人間関係にまつわる悩みや問題があるんでしょう。カラオケなどで大きな声出すことでリフレッシュできます。さあそして E の紫色の枕を選んだがあなたは疲労度 90% わー、心身の不調を癒すと、される紫色の枕を選んだあなた相当疲れのようです。誰もいないところに行きたいと思ってるんではないでしょうか。仕事や人間関係のストレスやこれまでの無理が積もって重なって、重圧となっています。整体やマッサージで体をいたわって和らいでくださいということでございます。さあそれでは2問目いってみたいと思いますよ。はい、2問目、2問目はこちら。ババンババンババン。夢の中であなたは仕事上必要なロボットを組み立てましたがどうしてもパーツが一つ足りません。そのパーツはどれでしょうかということでございます。さあ皆さんも視聴者の皆さんも제일 필요없는걸고르는거예요그럼一番必要ないものを選ぶんですか。組み立てます一つ足りない自分あれ足りないなと思ったものそういらないものっていうかパッと思ったものあれ組み立てようとしたら1個ないな何がないあの4つの中から選んでいただきたいと思います。なぬオッケー A 腹部 B 頭部 C 片足 D が胸の部分胸部ですね。 A が手腹部 B が森 C が半直体 D が T が胸部下部。さあ書けたでしょうか。みんな書けたかな。はい、さあ心理テストだからもうすぐに思いついたやつ書いてください。それでは行ってみましょう。あ、まだかな。うわうわなかなか難しいと思いますけどこれは深層心理心理テストですから本当に思ったやつはパッと書いていただきたいと思います。で視聴者の皆さんもぜひともやってください。さあそれでは書けたようですね。みんな一斉に開けてもらいましょう。オープンオープン。さあ来ました。じゃあ向こう地獄君から行ってみましょう。地獄君はそれは A、 A 地獄君は A、 そしてジオ君は C。 おあ、だだじゃあだよ生じゃ C、はい、ジオ君は C、 はい、そしてバッキョ君も C、 そしてユゴン君は C、 C、 さあそしてジョーダンピオ君は A、 A、 そしてテール君は D、 そしてピオン君は B ということでございます。さあそれぞれ分かれましたね。じゃあ行ってみましょう。解説行ってみます。まず A なほんじゃね T 腹部お腹を選んだあなたは疲労度 50% おお。どこや胃や腸などの消化系に注意。仕事上で必要なロボットとは仕事をこなしていく上であなたの体そのものを象徴にしています。不足のパーツとして腹部を選んだあなたは胃や腸などの消化系に自信を失っているようです。多分仕事が忙しくなるとか何日も残業が続くと何よりも胃腸に支障が生じやすいタイプです。したがって規則正しい食生活を心がけるとともに暴飲暴食や仕事が終わった後のお酒は極力避けましょう。毎朝腹筋を鍛えると健康維持をすることができますということですけども、A 選んだのはお、ピョくんだけ。あ、ジゴくん、ジゴくん。あ、ジゴくんも、ジゴくんもそうか、ええか。さあ、どうでしょう。どう胃とか腸が痛いとかあります？저는자신없다고하셨는데너무자신이있는데自信がないとおっしゃったんですけど、僕はすっごい自信あるんですよ。너무소화가잘돼서밥을먹고뒤가돌아서면밥을먹고싶어요。すごく消化がいいので、ご飯を食べて後ろを向くとまたすぐにご飯食べたくなっちゃうんです。왜자꾸배가고프지？おかしいな。なんでこんなにお腹空いちゃうんだろう。めっちゃお腹空く。お腹空いた。お腹空いた。パッとまた振り返ったらお腹空いた。ご飯いっぱい食べる。ね。それでも胃が痛くなるとか朝起きたらちょっと胃がもたれるみたいなないですか。あれ、눈뜨면바로배고파요。いや、目が覚めるやいないやもうお腹空いてるんです。じゃあ朝からステーキとかも食べれる。あ、그럼요。当然です。おお、すごいね。じゃあこれ当たってないな。いや、腸は自信ある。え、
네, 자신 있어. 이거는 아니, 완전히 있... 잘못됐어. 그럼 완전히 맞지 않았어. 이 심리 테스트 네. 완전히 잘못됐어. 그래 심리 테스트 뭐 전혀 맞지 않았어. 아, 심리 테스트 これ 当たらなそうです. 皆さん. 심리 테스트 안 맞는데요, 다들. 이 심리 테스트를 만드신 분은 전화. 그거 심리 테스트 만든 분한테 전화 ください. 지국은 뭐 どうですか? 이야총화. 먼저 말씀드리기 전에 하트 많이 눌러주세요. 저도 제가 유일하게 제 장기 중에서 가장 뽐낼 수 있는 게 장이거든요. 저는 볼일을 볼 때 5분을 넘기지 않아요. 3분 안에 항상 모든 일이 끝나기 때문에. 臓器の中で唯一誇れるのは腸なんですよ。僕は用を足すときに5分を超えることはないです。3分以内です。早い。早い。早いです。はい、もう誰か証拠わからない。はい。ああ、ぐらい早い。大きい方です。ぐらい早いね。すごいね。シュー、本当はごめん。シュータ。イエス。スピーディーや、めっちゃ速いな。すごい、それはもうそれはいいですよね。じゃあ本当に腸は強いね。でもまあまあまだまだ分かってないんだけど、本当はあの悪いかもしれないので気をつけてくださいね。じゃ。そうですね、気をつけてください。さあそれでは B、 B、頭部を選んだ人、お来た、一人だけかな、ビオン君だけ。さあ頭部を選んだあなた、疲労度 80%、 疲労度 80%、 精神や神経または目や耳を酷使しないようにということです。仕事で必要なロボット、とは仕事をこなしていく上であなたの体そのものを象徴的に表しています。そこのパーツとして頭部を選んだあなた、精神や神経や意志など神経系全般に自信を失っているようです。多分仕事が忙しくなるとか、何日も残業が続くと何よりも精神の、均等が保てなくなるタイプです。したがって規則正しい就寝を心がけ、仕事上のストレスを溜め込まないことが必要ですと。ございます。さあちょっと時間があれなんでどんどん解説していきますね。 C、 C を選んだあなた、はい、C はいっぱいいますね。ジェネス3人、パッキョン君、ジェオ君、ジゴ、ユゴン君、はい、さあ、足を選んだあなた、疲労度 20%、 わーわー、腰痛や婦人科または手足の冷えに注意。これ女性の方ですね、婦人科に注意でございます。おーおー、仕事上で必要なロボットとは仕事をこなしていく上であなたの的に表しています。不足のパーツとして片足を選んだあなた、足腰や婦人系に対して自信を失っているようです。多分仕事が忙しくなるとか、何日も残業が続くと何よりも足腰に疲労が出るとか、婦人科系の弱点が表面化してくるようです。できるだけ暖かい環境で過ごすとともに、無理な姿勢を長時間続けないように心がけましょう。ありがとうございます。そして最後 D、 胸部を選んだ人、ちゃうよ、来ました、てる君、胸部を選んだあなた、疲労度 70%、 心臓や肺または呼吸器系に注意。これ危ないよ。仕事上で必要なロボットとは仕事をこなしていく上であなたの体そのものを象徴的に表しています。仕事上、不足のパーツとして胸部を選んだあなた、心臓や肺または呼吸器系に対して自信を失っているようです。多分仕事が忙しくなるとか、何日も残業が続くと胸が苦しくなるとか、胸に痛みが走るとかしやすいタイプ。したがって風邪をひくと長引き、寝込むことにもなりやすいので、普段から疲労をためずプレッシャーのかからない仕事をするべきですということでございます、ね、さあどんどん出てきました。さあこれで今ので2つの心理テストで順位が決まったんですね。あ、そうですか。はい、今ので誰が一番疲れているか、誰が一番疲れてないかが決まりましたので、行ってみましょう。順位発表でございます。さあ集計結果出ましたね。これもう僕は7位だ。さあこれは、じゃあまずは、7位から発表したいと思います。ゆくです。ん、順位これ、あ、一緒、一緒があんのか。これどうやって決めましょう。じゃあそのまま、ん、この順位このまま、このままでいい。じゃあもう全部発表していいんですね、いっぺんに。じゃあ行きましょう。まずは6位、6位はですね、ユゴンくん。6位ということは一番疲れてない。おー、狂った、羨ましい。さあそして、続いて5位、5位は
아뭐このままこれでやっちゃいます。6位はどこや。これ6位がこれですか。順位発表しますね。さあ行きましょう。続いて5位。5位はジェヒョク。ヒロト 60% でございます。ね、감사합니다。ありがとうございます。さあどんどん行きましょう。続いて4位。4位2人います。4位はジコ君とピョ君。ヒロト 90%。 あんまりまあまあ疲れてる。さあ続いて3位。3位はパッキョン君。ありがとうございます。ヒロト 100%。 2問対して 100% ですからね。さあ続いて2位。2位はテイル君。ヒロト 150% でございます。さあそして一番疲れている栄えある1位はビフォン君。ヒロトが 160% です。2つ出してやった。いっぱいね、めっちゃ疲れてるってことですけれども、さあこの順位に応じてですね、どんどん、癒しタイムに、突入したいと思います。さあそれではこれは6位の、はい、6位のユゴン君、はい、ユゴン君にはですね、はい、こちらアロマオイルで癒されていただきたいと思います。オーケルオーケル。さあ今からですね6位になった、ユゴン君にはですね、そちらのアロマオイルを調合していただきたいと思います。そしてそのアロマオイルを調合していただいて自分をどんどん、リラックスして癒されていただきたいと思いますので、それではいろいろ何個ぐらいあるのかな、香りは6個ぐらいありますね。それをですね、いろいろ自分の好きな香りをブレンドして、アロマを作っていただきたいと思います。さあそれではお願いします。さあそしてですね、これから視聴者の皆さんには、ハートをどんどん押してもらいます。押したハート数が3万回を達成したら抽選でこの作ったアロマオイルをプレゼントいたしますから、どん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 ハートの方を押してください。ハートの速度遅いですよ皆さん。欲しいでしょ、ユゴン君が作ったアロマオイル、世界に一つしかありませんから、どんどんハートを押していただきたいと思います。どうですか、はい、ユゴン君、いい感じの匂いある。はい、これお、え、これは何ですか、ネチュラル。そのピンクのやつは、ピンクのやつはオイルの大元かな。そのちっちゃい瓶のやつを入れてくださいね。どう、アロマオイルなんて作ったことありますか、そんな。いえ、ない、全然ないです。初めてですね。混ぜたらどんな匂いになるのか。うおー、めっちゃ入れてない？めっちゃ入れてますね。さあどうなるのか。今入れたのは何の香りか分かりますか？なんかみかんの香り。お、みかんの香り。お、みかんの香り1個だけ？はい。お、混ぜない。なんかミックスすると変な匂いがすると思って、それはダメだなと思ったんですよ。そう、でも1個だけやとさ、ほら、はい、世界に1個じゃなくなるから、なんかもう1個ぐらい混ぜてもらって、はい、いいですか。そうしようか。せっかく世界に1つしかないアロマオイルを作りたいので、はい、ぜひともすいませんね。いい匂い。すごい真剣に悩んでくれております。さあハート今どれぐらいいってるのかな。100万ゲーはどんどん押してくださいよ。お、お향좋은데진짜좋다。さあ、レモン같아。めっちゃ入れてますね、また。めっちゃ入れてるな。굉장히지금상큼한향이나고있어。なんか爽やかな香り。爽やかな香り。아침에일어났을때나자기직전에맞으면은다음날이상쾌해질것같고하루의시작이상쾌해지고산뜻해질것같은데。お、ということでハート3万達成でございます。皆さんありがとうございます。ということでこれ抽選で一人の方にこのアロマオイル差し上げますんで。すごく爽やかな香りなので、寝る前ですとか、あるいは朝起きた時に嗅いだりとかすると良い目覚めですとか、あるいは良い一日を過ごせるのではないかなというふうに思います。なるほど。じゃちょっと自分で紙とかにピシュッとやってみて、匂い嗅いでみてください。お、こっち。どう？花も
どうみんな嗅いでみて。わあ、ね。あ、あ、キュウリ너무세다근데。みかんの香りが強すぎる。ほんで？あ、でも。あ、いい匂いしますね。이게좋은거야。뿌리는거시간지나면엄청좋을거야。あ、いいいいいい匂いする。아니、내가갖고싶다。僕が欲しい。あ、すごい。あ、めっちゃ。すげえいい匂いする。あ、ちょっと。これいいですね。柑橘系で、これはいい。癒されますよ。キュウリ냄새な。いつも本当寝る前なんかに。使っていただきたいと思います。さあ、これ3万足したのでプレゼントいたします。プレゼントの応募方法は後日 K スタイルのツイッターアカウントからツイートを、ご確認ください。 K スタイルのツイッターアカウントからこのツイートをご覧ください。さあ、見ていただくにはどうしたらいいか、この K スタイルのアカウントを皆さんフォローしていただきたいと思いますので、ぜひともフォローしていただきたいと思います。いいですか、ここでプレゼントじゃないですよ。 K スタイルのアカウント、このツイートを見ていただきたいと思います。はい、さあ、じゃあ続きまして続いて5位、5位のジェヨ君。続いて5位、5位は、5位の、癒やしタイム何にしますか。5位、これは6位のやつ。あ、それ来ました。5位、の方は体にいいグッズを1分間体験。あ、진짜요。어떻게들러가요。さあ、向こうに僕が行くんですか。どこで、ここに座る、ここに座っていただいて。さあ、そしてそれをやるのがメンバーがどんどん出てきました。メンバーが出てきました。これメンバーが出てくれるんですか。あ、いやいや、仕事よ。メンバーが仕事よ。彼は片付けてください。あ、今のは一体おもきゃ。ジェヨ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 。いや、이거どう、ディアゴ、どう、本当に。ユゴン君かけすぎやろ。いやめっちゃかけてるやん。うわ、いや、좋아요。저말고다른멤버도체험하게해줄수있게하면안돼요。僕だけじゃなくて他のメンバーにも体験させてあげてもいいですか。いいよいいよ。앉아봐、장난아니야。여기앉아。すごい、たくらんだ顔になってるやん。めっちゃたくらんでるやん。あ、그지、소름돋지마。あ、느낌이상할것같아。どう、ジゴン君どう。気持ちいいです。気持ちいい。진짜気持ちいいや、이거진짜좋다。本当に気持ちいい。한번해볼사람도一回やってみる人。気持ちいい。あ、가만히있어。やってあげて、やってあげて、優しい。이게진짜気持ちいいや。本当に気持ちいい。ユウもどう？ね、どんな感じ？ここは天国か。이게천국이네。これやってもらったらどんな感じすんの？ね。하니까気分이좋아져요。やると気分が良くなります。천국이열려요。天国が開けてきます。天国が開ける。そんなに。천국을열어도되냐고한번해보세요。大丈夫ね。천국을열어도되냐고。天国開いてもいいですか今。あ、開いていいよ。눈에감고。はい、お願いします。おお、わあ、おお、わあ、パラダイス、いいね、パラダイス、すごい、すごいね、これ気持ちいい。素晴らしい。ということで天国に行っていただいて6位、これは5位のジェヨ君は天国に行っていただきました。ありがとうございます。ジェヨ君の天国가셨습니다。さあ、続いて。4位の2人、ジゴ君とピオ君。ジゴ君とピオ君にはこちらノニジュースで癒されていただきたいと思います。ノニジュースはこれ、これはね、健康にジュースでございますから。これじゃあ2つついておいた方がいいかな。これ1個でいいんですか。これお酒じゃないですか。お酒じゃないです。これはね、健康の健康ジュースです。そして、ハート数が、1万に達成したらメンバー全員に飲んでもらいます。1分間で1万超えたらメンバー全員に飲んでもらいますので、ぜひともどんどんハートの方を押していただきたいと思います。さあ、癒しのジュースですから。ほんなにピヨコどうした。이게근데자기가하잖아저는처음으로이거건강에좋은주세요이거건강에좋은주세요니오이도이니오이쓰는데스케도건강에는좋을것같은데건강에는좋다소다けど아직먹어서여기다가해도별로없어아직은좀먹으면서까これ体験そうです。4位の2人、ジゴ君とピオ君にはこのジュースを飲んでいただきたいと思います。오さあ、맛있겠다。グッと行くのもちょっとしか飲まないの2人に任せますんで。
원샷으로 다 드실 건지 조금만 드실 건지 원샷으로 원샷 이끼리 오이끼리 자제 야 너너 잘라 먹긴 자제 아, 생각보다 향보다 맛이 강하지 않네요. 근데 뭐 思ったより も香りに比べるとそんなに味きつくないです。 맛있잖아? 아직 きつく ないです。 아직 きつく ない。 생각보다 나쁘진 않은데. 悪くはないです。 悪くはない。あれ台本にはまずいジュースって書いてあるんだけど。これね、まずいジュースって。あれ？あ、그렇게맛없지않아。そんなにまずくないですよ。はい。근데どんで？これですか？で、먹고나서옆에있는사람한테향이나는데그렇게좋진않네요。でも飲んだ後に隣にいる人に香りがこう漂ってくるんですけども、それはあんまり良くないですね。입에서식초냄새가나는なんかこうお酢の匂いがします。ああ、ちょっとまずいな。あ、でも香り、香りが、香りが、臭い。냄새が심해、香りが。香り臭い。臭い。香り진짜심하다。무슨향나？臭くない。これ一番どうですか？行きましたか？냄새が気泡。一番行ってない。一番行った。一番行ったということで全員に飲んでもらいます。僕は匂いいいんですけど、飲ましてください。そう、もうこれ全員飲もうよ。もう、つきます。飲もう。匂いがきついよね、確かに。いや、匂いがね。匂いがね。さあ、でも体にはいいですから。なんで別に좋은데？冬の匂い。冬の匂い？冬の匂いってこと？冬の匂いは、僕が。みんな乗って、飲んで酔っ払おう。時は好きな曲の中で。うわ、いや、傘です。香りがすごいよ。냄새가좀아다다해마시다에논다논논해마시다논다논해마시다니오이다그게니오마셔보가스마셔보가스내가자그럼마다논데나이토논데くださいよ그냥그래진짜마셔보가스자논데미마스아이제논데くださいどうぞ경이있어경이있어어오이시이거아너무와와어미나넌다맞아봐봐약간약간오이시오오이시요그렇지뭐뭐냐면약간오이시상한딸기주스먹는맛이야뭔가좀조금이단다이치고주스를넌데르って感じ이제다딸기잼살짝푼다음에물에다가푸고좀오래좀숙성된딸기잼같은거죽생사れた이치고잼냉장고에넣은지모르고꺼내먹은딸기주스맛이야冷蔵庫に入れてなんだかわからなくって飲んでしまったいちごジュース？じゃあ相当まずいやんか。相当まずいやん。でもねこれ健康になりますし、でも みんなそんなにまずくなかったみたいですね。はい。でもこれ健康にいいんでいいので皆さんこれで癒されたということでございます。さあじゃあ続いて3位と2位、3位と2位の、パッキョン君とテイル君。はいですね、はい、こちらで癒されていただきたいと思います。ヨガポーズ、ヨガポーズ、ヨガポーズ、さあヨガポーズ、さあ2人前にヨガマットのところにお願いしたいと思います。ヨガポーズ、これ罰ゲームじゃないですか。これ罰ゲームヨガポーズ癒されるわけですから。さあこのポーズ、このポーズですね、6ポーズぐらいあります。これをみんな、お二人にやっていただきます。そしてハートの数が3分で3万回達成すれば他のメンバーのオリジナルのきついポーズやっていただきたいと思います。さあそれでは、パッキン君とデル君、用意お願いします。ヨガポーズ、さあそれでは行ってみましょう。ヨガポーズ3分、用意スタート。前に写真が出てますんで、あれと同じになってください。わー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 、ヨガですからね、伸ばしてくださいよ。じゃあ、ここよ、ヨギル펴야죠。足伸ばして。じゃあ、진짜로、다리붙이자。다리올리자。ヨンさん。足上げて。제대로이렇게1차로만들어야돼요이렇게1위にしないと1位にしないと Let's go, let's go, Gyeong, let's go. 그이그이やってます。まだ一つ目ですよ。さあじゃあ二つ目。ネクストポーズ。ネクストポーズ。あ、今日ネクストポーズはもう100個写真撮るんで。次のポーズやったらなんか骨が壊れそう。なるべくできるだけやってください。おお、ギョンちゃん、レッツゴー、レッツゴー。おお、ギョンちゃん、レッツゴー。
박경구 차례 시대로 이쪽 팔을 요구를 해야 돼. 그때 팔꿈치를 되게 요령을 잡아야 돼. 아담은 오시로. 혹시 반대팔을 들어줘. 여기 저게 너 신고 듣고 반대팔을 들어. 대 아까다이다 박경구. 아 진짜. 되기네. 되기네. 대놓고 뭐 되기네. 자 이제 밑에 밑에 이기면 넥스 포즈. 아 되게 오늘 엄청 건강해진 느낌이야. 너무 좋다 기분이. 넥스트 버스 이거 안 내면 내가 새우 꺾기 해줄게. 오 무카이어때 됐다. 어 키스 스루 뚜뚜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 
これは簡単ですね。さあそれではネクストポーズ、これは簡単、これも簡単ですね。OK。おお、いいですね。おいい、伸びました、足伸びてますね。急じゃん。さあそれではラストポーズ、キングティキャンでラストポーズ。いやもうそれ鳥みたいな絵がある。ネクストポーズ、これラストです。ちょっとさあどうもちは、すごくいい、いいな、いいな、おっしゃ、いいね、いいね、おいい、伸びております。さあヨガポーズ決まりましたね。さあどうでしょう、ハートは、ハートを、ハート超えた、お3番超えました。おー、じゃあメンバー1人誰かのきついポーズ、オリジナルのメンバー1名1人だけでいいんですか。はい、イエイ、ジェイヨー、ジェイヨー、ジェイヨー君、レッツゴー、ジェイヨー君、レッツゴー、ジャケンしよう、ジャケン、真剣だ、真剣だ、真剣だ、ジャケンしよう、ジャケン、僕本当に硬いです、硬いです、自分で言ってたんじゃないですか。ガウィバウィボ、ガウィバウィボ、ガウィバウィボ、あ、今日中学校、ガウィボ、来た、もうどんご、リボン君、どういうのですか、お願いしますか、みんな決めてあげてください、硬そうな、あ、どれか。その中のどれが一番いいですか。3番目をやっていただきたいと思います。テンスモジのビボム、おー、手伝ってあげる、ちっちゃい、すごい柔らかい、めっちゃ柔らかいやん体、おお、またいやしかも頭で天国に行っております今。あ、いいですね。すごい。スカイダイビングみたいな。ありがとうございます。さあ、それでは、1位のビボム君でございます。とビボム。1位ビボム君にはですね、こちらで。癒されていただきましょう。やった、明日もお願いします。アップバッタね、来た、僕も来た、いただくな。さあこれですね、足つぼね、マッサージしていただいて癒されていただきたいと思います。さあそしてビーバーステイ、ビーバーステイ、ハートの数がちんちゃセーフ以上、達成すれば、ハートの数達成したらお前でやっていただきたいと思います。どうしたらいい、あれあれあれ、これこれ、さあそれではマッサージお願いします先生。さあハートどんどん、気持ちよさそう、お願いしますよ、ハートどんどんお願いします、ハートどんどんよこしてくれればパワーが増大しますんで、ぜひともお願いします。天国行き、さあもう先生パワーを勝手に強くしてますよ、勝手に強くしてます。大声、いいの、どうどう、あ、ビボン君どう、ちっちゃ、あ、いや、俺海外の人、いいですね先生、お、ちっちゃ、これやばいやばい、先生、じゃあちょっとハイパワーでお願いします、ハイパワー、一番強いの、うわぁ、レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー、めっちゃ痛い、どう、ビボン君どう、めっちゃ痛い、めっちゃ痛い、ハハ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 ハ
제요? 저 한 번 더 해보세요. 제요? 얼마나 아프길래 이런 거. 토크 야 뜨미 타임이지. 노래 끌어 있다 토크 야 뜨미 타임. 야 뜨미 타임. 야 남아있고 한 명만 더 해줘. 고구리네 아노. 지우군 지문대로 해드렸는데 선생님 뭐 이기나리 하이파워드 있어. 한번 바꿔요 형은. 오케이. 왜 난 리얼로 받아? 바꿔 봐. 바꿔 봐. 굳이 저거 냄새 크림을 가져오세요. 어, 자, 오케이. 선생님 도구 나오니까 이따 해두었어요. 어때요? 옥샤. 제가 약해 원래 오일은 어때? 나 약하지. 야, 안 아파. 아이씨! 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 혹시 지금 내 이거 이거 그 아니 세 개 맞잖아 원래 도전해 봐. 와 야 진짜 네, 오네가이시마세요. 아 아디가 아파. 이만 못 이따. 근데 그럼 본전이 体 가르고 날리ますからね. 이거 하나면 몸이 7번 정도는 침 흘렸어요 누나. 침 흘렸다고요 너무 아파서. 이따스기때 요다리가 뜨쳐입니다. 아프다. 오네가이시마세요. 이건 그 레슨 시대로 괜찮네 얘. 대장부나노? 어? 선생님 단단 파워. 전화가 전화가 같은 파워예요? 목도 오나지 그래 내 파워를 약해 맞다. 오나 있다. 아! 야! 야! 그래 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 그래. 진짜 아파. 와 진짜 아픈데. 선생님 누가 누가 말이 있을까? 어? 진소. 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 유광구 너 되셨나? 아직 진짜 아픈 거 같아. 땀나 지금. 아색 가이드를. 맨짜 아색 내드네. 야 국가 지국가. 天国から 지옥부터. 천국과 지옥을 막고. 天国と 지옥을 味わいました. 천국에 좀 데려와. 天国に 連れて行きます. 天国 있다. 天国 있다나. わ、プリだ。わ、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 わ、プリ
ね、はい、いろいろと頑張ってくれましたから。ベイプリグ、美味しそうな名前も選んで。香りがすっごくいい。香りがいい。チョロベイ。すごく甘い。美味しい。はい。これ何？甘いです。甘い。美味しい。ヤムさん、おしょうまいそうですな。キャラメル。キャラメル。キャラメルオレンジ。キャンパンがつ。香りがすごくいい。みんな甘いの好きですか？大丈夫。ね、はい、ジェヨ형이저한테 TV 방금와가지고몰래얘기했는데맛없다고。아니야。ジェヨ형이僕のところにこっそり来た言ってたけ言ってたんですけれどもまずいって。아니야。맛없다는게아니고。ちょい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 。タロウんでタロウ。あ、質問されて変なのって。まずいんじゃなくてすごく甘い。甘いか。まずいが甘いが変化ですよ。まずいと甘いっていうの間違えちゃいました。甘すぎる。じゃあちょっと甘いの苦手なんかな。너무단걸별로안좋아요매장식대신귀여운그렇게해요귀엽긴해요귀엽긴해요색깔わかんない。もう食べながら喋ってるから全然わからない。いや、さあさあ癒されていただいてということでございますが、美味しいかなみんな。めっちゃ美味しいですけどね、これ。もう自由すぎて。さあさあ、カンペが出てます。戻ってください、席に。そろそろ。
ねえ、みんなまだ足が痛い。ちょっと待ってよ。まだ足痛いですよ。さあということで以上癒しタイムのコーナーでした。さあここからはですね、皆さんの本当の、お仕事ですね、このブロック B の音楽についてちょっといろいろとお聞きしたいと思いますが、昨日リリースされたニューミニアルバム、モンタージュジャパニーズエディションということでございますけれども、これタイトルのモンタージュの意味は何なんでしょうかね。モンタージュ의의미는무언가여러가지를조합한하나의결과물내지는어떤사람의얼굴을형성한그림을가지고몽타주라는뜻을가지고있고요네그런여러의미를저희들이담은앨범이라고생각하기때문에몽타주라는네앨범타이틀을붙이게되었습니다いろいろなもののをものを組み合わせたその結果物ですとか、あるいはこう人の顔を作り上げた形成したそのモンタージュですとか、いろいろな意味が込められている、そういった意味でモンタージュというふうにタイトルをつけました。これどうですか、完成した時の手応えとかはどうですか。그팬여러분들이또저희가오랜만에컴백을한거라팬분들이엄청나게좋아하셨어요그리고타이틀곡도너무나좋고또수록곡하나하나마다그런뭔가의감상평들이너무좋아서그래도무척기분이좋았습니다ファンの皆さんが僕たちが久しぶりにカムバックしたということでとても喜んでくださいました。タイトル曲もそうですし、また収録されている曲もいいですし、コメントなんかを見ているとそのコメントの評価がすごく良かったんですね。なのですごく嬉しかったです。なんかここ聞いてほしいみたいなところあります。저는그아체리댄스아니그앨범은죄송한데비범이형이솔로곡에제가좋아하는파트가있어요너무네네네僕はですね、ビボンさんのソロ曲があるんですけれども、はい、そこで好きなパートがあるんです。それが今歌ったところ。お本当に好きだよ。そこ好き、本当に好きだよ、はい、本当に好き、本当に好き、そこを聞いてほしい、はい、好き。いやもうぜひとも皆さん どんどんアルバムを何回も何回もね繰り返し聞いていただきたいと思いますが、さあせっかくなんですね、曲聴きながら踊れるようにちょっとサビのダンスをね、はい、教えていただきたいなと思うんですけども、見たいですよね、皆さんもね、視聴者の皆さんも。ちょっと教えていただいていいですか、一番分かりやすいサビのダンス。ここですよ、ね、ビボムさん。お、ビボムさんのパート、おブリッジなんですけど、ダンス、ビボム君の場所、ダンスの場所、はい、お手を上げてください。お手を上げて、はい、おこうして、見てあげて。シェリーダンス、チャッ、ドン、チャッ、ドン、チャッ。チャッです。シャーの時に手を振ると。はい。それ歌の部分で言うとどこの部分ですか。はい。ワン、ツー、スリー、フォー、シェリーダンス。シェリーダンス。お、これ簡単やね。シェリーダンス。はい。これはみんな聞きながら踊れる。はい。はい、ね、僕も PV 見せていただきましたけど。こういうとこもあるんですね、こういうとこもね。ああ、これこっちですよね。はい、いっぱいある。いろいろね、踊りやすいところとかたくさんありますんで。はい。こうですね、シャルジャンス。はい。うん。そうです。ああ。はい、どう顔とかどう？その時の顔。めっちゃかっこいい。自分が思うの以上、めっちゃかっこいい顔で。お、なるほど。かっこいい顔。はい、決めの顔でもうやると、はい、かっこよくやっていただくということで、皆さんもぜひともこの CD 聴きながら一緒に踊っていただきたいと思います。さあ、なんやかんやもうガヤガヤとやってまいりまして、もう時間でございます。もうエンディングの時間になってしまいました。残念。さあ、お送りしてきたブロック B のヒーリングスタジオモンタージュ、ここでですね、ブロック B のみんなからお知らせがございます。なんとこちらブロック B、ブロックバスターモンタージュインジャパンということで、こちらの方のですね、ライブがございますね、名古屋大阪東京都、ゼップ名古屋、ゼップ大阪ベイサイド、ゼップダイバーシティと、いろんなところでライブございますので、ぜひとも皆さん行っていただきたいと思います。詳しくはですね、ブロック B のファンクラブサイトチェックしていただきたいと思います。早めに取らないとチケット絶対なくなっちゃいますからね、ぜひとも皆さん購入早く買っていただいて、
ライブを楽しみましょう。そしてライブを楽しむにはモンタージュアルバム買っていただいて聴いてもらわないとね。はい、ぜひともどんどん聴いていただきたいと思います。さあみんな今日どうでしたか、やってみて。いっぱい食べたりでしたけども。どうもアパスミュータ。面白かった、面白かった、はい、じゃあ一人ずつ聞いていこうかな、もうね。はい、じゃあユゴン君からお願いします。あ、僕は本当に痛かったんですよ。今も痛いですよ。でも癒されたんですよ。甘いものも食べて、美味しいものも食べて、まあ、食べたばっかりじゃん。太っちゃいますよね。でも痩せるようにします。頑張ります、運動しなきゃ。はい、楽しかったです。ありがとうございます。さあ、バキオ君いかがでした。ね、오늘1시간이었지만너무너무재밌었고네힐링이됐습니다。今日1時間でしたけれども、とっても楽しかったですし、また癒されました。ありがとうございます。さあ、ギエ君。저는오늘그와서너무건강에대해서관리도해주시고맛있는今日はですね、ここに来て健康の管理もしてくださいましたし、また美味しいものもくださって本当にどうもありがとうございます。그리고제위가약한걸가르쳐주셔서너무감사하다고。また僕の胃が弱いということも教えてくださってありがとうございます。そうですね、あの足つぼでもだったもんね、胃が弱いのね。거의위가썩은수준이라고ほぼ胃が腐ってる、そういったレベルでした。そんな痛かったんや。気をつけ。아진짜아팠어요호텔이다가도한국말했어요아저씨아저씨이렇게뭐한국에오지성오지성아저씨아저씨って言っちゃいました言ってましたね、本当に。ぐらい痛かった。もう胃に気をつけてくださいね。네、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ジコ君。네、너무재밌었습니다。맛있는음식도먹고、그리고재밌는게임도하고、그리고이렇게저희앨범에대한홍보도할수있는시간이줘서너무나재밌었고요。とっても楽しかったです。また美味しいものも食べましたし、楽しいゲームもしましたし、また僕たちのアルバムについて PR をできる、そういった時間も持てました。本当に楽しかったです。はい、コンサートをぜひ聞いてください。はい、新しいアルバムもたくさん聞いてください。ありがとうございます。お、ありがとうございます。さあ、うだ、ひよくん。ね、너무너무재밌게잘먹고잘놀다가가는것같고요。다음에또제가이렇게출연해서또이렇게재밌는촬영을했으면좋겠습니다。저희콘서트많이와주세요라고얘기해주세요。今日は本当に楽しかったですし、またたくさん食べることもできましたし、遊ぶこともできました。またですね、こちらに出演をして皆さんと一緒に楽しく撮影をしたいなというふうに思います。皆さん、コンサートにたくさん遊びに来てください。ありがとうございます。さあ、テル君。あ、저도아오늘너무재미있었고요。아저희2월에있는콘서트많이와주세요。僕も今日本当に楽しかったです。2月に開催されます僕たちのコンサート、たくさん遊びに来てください。ありがとうございます。さあ、最後ビューモ君お願いします。네、오늘 저희모두다정말힐링을받고가는것같아서너무기분이좋고요。今日ですね、僕たち全員癒されて帰ることができるようで本当に気分がいいです。2월에있을저희콘서트에오시면팬여러분들도저희가힐링시켜드리겠습니다。많이와주세요。2月に開催されます僕たちのコンサートにいらっしゃった際には、ファンの皆さんを僕たちが癒したいというふうに思います。たくさん来てください。おお、ありがとうございます。ありがとう。さあ、それではですね、最後に、こちらの楽曲を聴いて お別れしたいと思います。それではその楽曲、メンバーの皆さん曲紹介お願いします。はい、Shall we dance? ジャパニーズバージョンです。どうぞ。ありがとうございました。